白田優。黒染め強要問題に怒りのツイート。本当にひどいね。頭髪が生まれつき茶色いのに、学校から黒く染めるよう執拗に強要されたという、大阪府立高校、3年の女子生徒が、府に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。このニュースに、Twitter 上では、著名人からも憤りの声が、多数寄せられている。脳科学者の茂木健一郎氏、55、は、女子生徒が全面的に正しい。学校や、大阪府は、根本的な勘違いをしている。と、怒りのツイート。学校側は生徒に対し、入学直後から、1、2週間ごとに黒染めを指導。染色を繰り返したため生徒の頭皮はかぶれ、髪はボロボロに。生徒は教諭から、母子家庭だから茶髪にしているのか、などと中傷されたほか、茶髪を理由に文化祭や修学旅行の参加も認められなかったそうだ。さらに、学校側は、たとえ金髪の外国人留学生でも規則で黒染めさせることになる。と、生徒の代理人弁護士に伝えたという。この発言に、これは本当にひどいね。と、ツイートしたのは、白田優、31。これ本気で言ってるのでしょうか？恐ろしすぎる。と、憤りをあらわにした。日本の高校に通ったフィフィ、41、は、自身も頭髪指導をされた経験があるという。アフリカ大陸出身の私もパーマか？って聞かれたり、テンパにストパーかけろと強要する先生もいて、パーマかけろって本末転倒だよね。と、ツイートした。高校生の頭髪をめぐっては、東京都でも、茶髪やパーマが、生まれつきかどうか確認する。地毛証明書の提出を求める都立高校があるが、黒髪ストレートじゃない人だけに、地毛証明書を求めるのも人権侵害。という声も、頭髪指導をめぐる議論は、まだまだ続きそうだ。